ゲームキューブにつなぐまだゲームボーイプレイヤーっていうものがあったので、ちょっと紹介しておこうかなと思うんですけども、ね、ゲームボーイミクロで終わっちゃったと思ったんですけど、ゲームボーイアドバンスのソフトがテレビで遊べる。ゲームボーイプレイヤーですね。あくまでもゲームキューブの周辺機器です。カラーはバイオレット、オレンジ、ブラック、シルバーの4種類ですね。ゲームキューブのカラーに合わせた4種類が出ています。パッケージはこんな感じです。結構薄っぺらいですね。ゲームキューブ本体にの下にポコッとつけるので、はい、ちょっと開けてみます。まあ薄っぺらいんですけども、あれ出てこね。はい、出てきました。これがないとね、ゲームボーイのソフトが遊べないんですよね。次が本体を出していきます。はい、よし、これですね。入ってるのはこれと、本体とこのディスクですね。ここがゲームボーイのカートリッジのスロットになりますね。拡張端子もちゃんとついてます。ゲームボーイプレイヤーって書いてあります。側面特にないっす。背面もなしと。右の側面にイジェクトありますね。これでゲームボーイのカートリッジをイジェクトできます。構成は至ってシンプルですね。ここのポートで通信してきますので、本体とねやるときするのはここです。あとはネジで止めます。なのでゲームキューブの底のやつを外してここをくっつけると、くっつけるわけなんですね。はい、背面はこんな感じです。 DOL017 という型番がついてますね。まあシンプルっちゃシンプルですね。この穴は特に関係ないかな。はい、そしたらもう一個のこのディスクの方を見ていきます。取り立てこれでゲームができるわけじゃないので、まあおそらくスタートアップディスクって書いてあります。バイオスかなんかが入ってるんでしょう。このディスクを通さないとゲームボーイのソフトは起動できません。説明書がこれですね。パラパラっと、まあ青かホワイトとかもできるんですね。画面をいろいろいじくれそうです。これはまた後ほどの動画で見ていきたいと思うんですけども、ゲームボーイの周辺機器も全てが使えるわけではないようですね。限られています。その対応表がしっかり書いてあります。4人対戦とかはなんかできるっぽいですね。では早速ここからは組み立てていくというかな、ゲームキューブにこのゲームボーイプレイヤーをくっつけてみたいと思います。まあそんなに難しいことではないんですけども、どことどこが対応してるのかなっていうか、どれ、ポートがね3つあるんだよね、ゲームキューブって。なのでどれとどれかなっていうと、まあこうやって関連付けていくと、はい、このこいつです。この蓋を取る感じです。簡単に取れます。でこれをザクッとザクッと入れます。ザクッと、はい、これだけです。まあこれだけでもできると思うんですけども、途中で引っこ抜けちゃったりするとあかんので、まあ普通はねネジ止めるんですけど、おお、こうやって見ると、なんか立方体になったね。立方体になりました。ほら、まだちょっと高さ足りないけど、ほぼなんかサイコロみたいな感じで、とても可愛い感じに仕上がりました。ほら、ちょっと申し上げるとガバガバ開いちゃうね、ここね。やっぱりちゃんとネジを締めないといけないかなと思います。で、締めるのはドライバーとかは特に必要なくて、コインかなんか、お金ね、50円しかないんで、今ちょっと50円を使って、シャカシャカ締めていきますけども、まあ、マイナスドライバーでも締まるとは思うんですけど、まあ、コインでも余裕で締まります。はい。右回りですね。そんなの普通でしたっけ？はい。ちょっと4倍速で急いじゃいます。はい、こんな感じで仕上がりました。今度はがっちりくっついてるので、バカバカ引っこ抜けたりはしません。がっちりくっついてます。ネジでね。こんな感じです。かっこいいね、なんか。スタイリッシュになった気がする。これね、別にね、自分の持ってるゲームキューブのカラーと同じ色にする必要もなくて、ツートンカラーなんてのは結構オシャレでいいかなと思うんですよね。例えば、こんな感じの組み合わせとか、こんな感じとかね。
まあ、時にはちょっとゲテモノみたいなカラーになっちゃうかもしれないけども、まあ、同じじゃなくてもツートンなんてのもシャレていいかなと思います。次回ちょっと起動してみたいと思います。